はい、どうも、ケニーです。ということでですね、今回はですね、歌完全版と、いうことで、いろいろね、検証してる動画を皆さん見ていただいたと思います。はい、ということで、まあ、これが結論になってくるんですけども、はい、サポート編成、メダル編成、メダルの中身はどうなんじゃいと、いうところですね。はい、まずはですね、サポート編成。うん。もうこれはディフェンダータグ、ゾーン系、グランドラインっていう形で、いいと思います。はい。まあ、このグランドラインをつけるか否かは、これはね、好き好きでいいと思います。まあ、ゾーン系新世界っていう形にしてもいいと思うんだけども、まあ、新世界、まあ、与えるダメージが、15% アップしてくるんですけども、基本的に、ウタちゃんのメダルの中身は耐久ぶりになってくるから、通常攻撃でしばくっていうことが、まあ、ないわけですよ。で、このキャラクターは、スキルが、どっちも割合スキルになってます。はい。割合スキルなので、火力面に関して言うとこっちでカバーしていくっていう感じなので、ここにダメージアップは反映されてこないから、うん。まあ、なんで、これでいいのかなというふうに思います。まあ、新世界を、まあ、つけたいよっていう方は全然、まあ、つけてもいいと思うんですけども、うん。じゃあなんでグランドラインつけるのって話なんですけども、対ロジャーですね。はい。対ロジャーの時、ウタちゃんが例えば味方に3、4人いた場合ですね。はい、誰かしらはディフェンダーの役割しないといけないんですよ。アホみたいに4人揃って、ゲッターでね、全員俺ら抜きに行くぜみたいな感じのしてたら、単純に、裏が崩壊して終わるだけ。うん。っていうね、ザクトリ環境に戻ってしまうんで、それはウタちゃんを生かしきれてません。もう間違いなく言います。はい、必ず、もうこれは守らないといけないな。自分がディフェンダーモードになったなって言ったら絶対に守って、あげるムーブをしてください。で、余裕があるんだったら、ゲッターモードになってね、旗を奪いに行くと、いうことをするのがマジでいいと思います。はい。んで、メダルの中身。はい。これはもう再三言ってきました。はい、そうです。ガチで耐久ぶりです。はい、もう攻撃力一切いらないです。特に80の方、いやー、俺はね、耐久弱いからなーって、心配される方いると思うんですけども、耐久ぶりです。はい。もう攻撃力なんていりません。はい。いらないですね。で、まあ、80の方は正直ね、100になったらレベチで変わってきます、このキャラ。うん。カボチャの耐久が変わってくるんで。はい。なんで、ウタちゃんは、80で弱いっていう判断はしないでいいと思います。100がレベチなだけで。はい。ですね、でですね、体力、防御力、まあ、どっち頑張りするのかっていう話なんですけど、俺は防御力を頑張りにしていく派です。はい、ウタちゃんの場合はですね、体力頑張りでも全然いいと思うんですよ。カボチャの耐久値、まあ、これ最大 HP の 150% 上がっていくんで、全然いいと思うんですけども、この防御力も、一応、その、若鳥の時に、当時検証してくれた方たちがいて、そのシールドにも、防御力、これを上げることによって耐久値って上がるんですよ。はい。で、プラス、まあ、ウタちゃんの耐久値も上がる。そして、シールドの耐久値も上がるわけやから、まあ、だから俺は、防御力、70% プラス300とか、全然いい。残り体力に、24% メダルとかを作ったら、マジでガチ最強ウタちゃん完成すると思います。はい。で、続き、メダルの構成ですね。はい。これは、1個前の動画の検証、ぜひとも見てほしいんですけども、結論、ダッシュ速度メインが一番いいっす。はい、もう一番いいですね。セラフィム対面、やっぱりね、めんどくさい時がやっぱあるわけですよ。うまいこといかず握れなかった。うまい感じで握れなかったと。で、デバフかけれず握ってしまったとか。はい、っていうのがあると思うんですけども、その時にダッシュ速度のやつをつけておけばしっかりとカバーできるっていうところがあるんで、まあ、そのね、検証動画ぜひとも見てください。うん。で、まあ、そのために一応百獣海賊団。まあこのね、キングのやつ、固有特性がダッシュ速度 8% アップ。で、火災メダル。これもつけてた方がいい。これはなんでなのかっていうと、ウタちゃんが多い。で、ルッチも多いでしょ？うん。多段キャラが多いわけですよ。で、特にルッチ対面した時に、めちゃめちゃ生きてきます。すぐカボチャして、耐久していって、味方のフォロー待ちするか、まあ、できる限り、その、ゲージを貯めて、死ねることができるんで、火災メダルがいいと。あと、歌うたミラーの時ですね。お互い多段になってくるんで、まあ、攻撃受けた時に、カボチャをね、いち早く設置ができるっていうものがあるんで、これ火災結構、めちゃめちゃいいっすね。だから、キング火災。そしてこの造像はちょっと、代用って言ったんで、この王冠版のどれかっすね。はい。
まあ、スキル2を短縮したい方はジャッククイーンとかっていうものがあるんですけども、俺的にもそんな、まあここのスキル2を短縮するぐらいだったら、終盤の威力を高めようということでジャックメダルを入れますかね。残り時間60秒以下の時、脱速度は 6% 増加していくと、はい、いうものを、ちょっとつけていけたらなと、いう感じになっております。で他にもですね、ダッシュメイン、定番で言えば、はい、このドフィアから編成ですね。はい、体力70パー以上の時脱出速度が 8% で、50パー以上の時脱出速度が 8% はいっていう感じで、あんまり俺体力依存は好きじゃないってずっと言ってたんですけども、ウタちゃんの場合自己回復することができるんで、自分のタイミングでね、うん、なんで、これも全然いいのかなと、いうふうに思います。で、最速ダッシュメダル、はい、こちらですね、マルコ、チョパっていう感じです。はい、まあこれがですね、お宝ゲージが50パー以上の時脱出速度 8% 増加でプラス 6% 増加で、味方がいない時脱出速度 8% 増加、はい、これ当時流行ったよね。うん、ゲッターに超ダッシュが早いメダルとしてね、まあ取って、あとまあ守る時もやっぱり、うたちゃん多いと思うので、まあその時のためにこういったね、カイドウ系、はい、これもねめちゃくちゃありだと思います。はい、まあカイドウでまあ攻撃された時にスキル1短縮でですね、まあ佐々木でまあスキル1をねさらに高回転で回していくっていうね、スタイルも俺マジでありだと思います。まあなんでここはねちょっと好き好きになってきますね。ダッシュ速度で確定で取っていくのか、まあ取った後もしっかりと守っていけるように、こういった編成にしていくのか、はい、まあてなわけで今回はですね、ダッシュ速度のやつを、試合としてちょっと見せていきたいと思います。はい、それではですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、さあてなわけで、今回はい、ちょっと待って、どっちのメダルやったっけ、さっきつけた、ちょっと、多分ね今一瞬見えたのがマルコだった気がするんで、マルコのやつ、はい、で超ダッシュ型ですね。はい、ということで、さあてなわけで、とりあえず二陣を、すんなりこってり取って、まず、あーでも別に白い家いるから別に任してよかった。おーおーおー、来た、来たってことは、はいはいはい、ワン、はい、でここ、はい、オッケーです、ワン、はい、ツー、はい、スリー、オッケーです、はい、でかぼちゃ上乗せはい、闘魚来る、あーかぼちゃぐっちゃぐちゃになったね闘魚、闘魚、闘魚強すぎる闘魚強すぎるわ。まず目の前の歌よりも闘魚、はいはい、オッケー、ナイスナイス、んーでーの、さあさあさあ、ちょっと待って、これもうディフェンダーモードじゃないからもうディフェンダー陣に任せましょう。真ん中やばいか、とりあえず、はい、これでスッテンコロに置いといて、はい、これでカバーしてあげる。んで左ロジャーやろ、ロジャーはマジで無理なんでロジャー強すぎん、歌に、うん、マジで強いんだよね。でもあれミリやな、ちょっと待って、ここ一旦ここ剥がしてあげる、はい、かぼちゃ剥がしタイム、はい、オッケーオッケーオッケー、シールドも割れた、うわ足らへん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 かった足らへんかった、逃げろね、あいつ絶対俺狙ってる、おーおーおー、ちょっと待って、とお、闘魚闘魚闘魚、おい、はい、逃げる、うん、シールドあるもんね、はい、シールドあります、はい、オッケーナイス、でからの、はい、ワン、はい、ツー、はい、スリー、オッケー、うん、で、何パパ、あかんあかん、パパはもう100回やっても無理ですせという、はい、もうシールドついてるしディフェンダーモードやしパパは無理、うん、さあってことでパパを引き殺しにはいはいみんな楽しそうもうこれ何ゲーなの別ゲーマジではい、それではですね、続いては、はい、これはですね、キング葛西ゾウゾウですね、はい、まてな感じで、まあ、キング葛西の組み合わせマジでいいと思うわ、本当に、うん、歌ミラー、まあルッチ、やろう、ルッチたたんで回復していくんで、カボチャをね、もうカボチャ置かないとあいつから守りきれないんでね、ちょっと待って、シャンクス来んの、無理やで無理やで無理やで、もう無理無理、覇気もう終わったやん、うわこのルッチいやらしいな、ちょっと待って、かぼちゃ切れるの待っとるわ、で通常通常通常、オッケーオッケーオッケー、はい、でかぼちゃもう少しで短縮する、はい、でも俺は絶対に戦いません、あなたは無理だって俺はもう学んでいるんで、さあとりあえずここを一旦取ってディフェンダーモードでシールド回復していこう、いいね、で向こうのセラフィムが動けてない、それは助かる、まあここ飛んできたところでね守りきれないんでね、でのルッチやなルッチやなルッチ買って欲しいな、ちょっと待って、での、はい、あー
今無敵じゃなくてスキルに合わせ、おしよ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 し、はい、これが火災と通常合わせたこのスキル超短縮型ね。はい、いややっぱいいわ、めちゃくちゃいい、めっちゃいい。でこれキングやから脱出速度も上がるしね。まあちょっと旗取りに行きたいんやけど、まあ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 、まあ、貯めないといけないからね。もうこれはこんなアホみたいにこんな動き回ってたらもう絶対にあかんので、貯め切ったら次のルッチルッチ引けくそ危険か、カボチャオッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、ちょっとオーケーナイスナイス、カボチャで吹っ飛んだね今。握らせて握らせて握らせて、ディフェンダーシールドない、ちょっと待ってほんまに、カボチャにカバーしてもらう、カボチャカバー、はいナイス、カボチャカバーナイス、いいねいいねいいね、カボチャがやっぱり一番の正規でーのこれちょっと俺ためんの遅いし、ちょっと待って俺ここ一回奪いたい、うん、はいオッケーナイス、はいパパ、はいパパ吐き切れた、パパ吐き切れたらただのパパやから、でーのはいよしよしよし、でここ貯めれるな俺な、んーではいワンツーはいスリー、あーやばい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 やつ、もうけっちょっと待って、それいろいろやりすぎちゃう、みんなちょっと待って、ちょっとさすがに二人がかりは瞬殺でカボチャが、あいーはいオッケーナイスワン、はいからのおー引き引け、よしよしよし、歌かかったた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 、いけるかな、これいける、よし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 、はい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 、もう無理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 、無理ですせと、んーはい短縮ありがとう、よし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 、はいはい、いいんじゃない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 、マジでガチでリーグやってるって感じ、はいオッケーナイス、でカボチャ置いとっけ、んーでうわー最悪、ちょっと危ない、カボチャカボチャ、うわカボチャいやいやこの時間稼ぎが大事なんだよなマジで、んでの、まあ、ルッチはねやっぱねこれ握ってもね遅いからね、はいで最終局面に強い、はいロジャーが登場ということで、はいここは味方に任したら、うん一緒のとこ来てるわ違うな、んでまあとりあえず抜けるか、オッケーオッケー、ワンチャンあっちも抜けるやろ、あーよいしょー、はいよしオッケーナイスナイスナイス、いいねいいねいい試合だったナイス、はいそれならですね、ちょっともう一度、はい、やっぱりダッシュ型ちょっと堪能していきたいと思います、はい、もう最悪やね、もうルッチルッチジャブラ、はい、もう完全に歌を殺しに来てます完全にやりに来てますねあれジャブラのねルーパスポール、そうトータルテンポスがねかなり非常に厄介で、ここ絶対上上がれない、でことでセラミもいきなり怠慢した、いいカボチャ置く、どこどこ俺のカボチャ、どこどこ俺のカボチャ、どこ手振ってる場合ちゃうで、どこどこ行った俺のカボチャ、絶対ここら辺に落ちてたやろ、ちょっと待って、ええ二度見した今ルッチちょっと二度見っぽかった、ちょ無理無理無理、ちょっとねルッチは無理、ってことでこれはもうセラフィン来てくれたから荒らしに行きましょう、でも歌ちゃんね、はいしっかりと歌守ってくれてるね、もう一人の方が、うんできる歌めちゃくちゃいい歌だ、ってことではいここで、はいデバフかけろ、はいオッケーナイス入ったねデバフ、うんでそれ二人がかりはマジできつい、無理、あーちょっと待って、あー硬い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 、もう殴っていう、うん、入る入る、めっちゃ入るわめっちゃ入る、ちょっと待って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 、デバフ切れた、うんデバフ切れた、一旦逃げての、石が入るし逃げての、ここに飛んでくるから、はいおっちんちんと、はいあオッケーナイス、デバフ入った、はいえ勝ち確、はい勝ち確、シールドいらん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 、いりません、はいもう確定です、はいこれがダッシュ速度、はいデバフ効果、はいということでありがとうございますよしよしシールド回復したね、オッケー、まあここがしっかりと貯めておきましょう、ブーストで攻めたい気持ちもあるけども、もったいないんでねここ超過してあげないと、さあで上ゴリ攻め、ナイスブルーノ、やっぱブルーノも強えな、はいで虹ね、はいこれでいきましょう、ゲッターモードに変わっての、はいここ到着してのとりあえずカボチャを置いて、大丈夫だよねここだよねここだよね、行方不明になんないでね、よしはいもうこれ確定です、はい、確定ですね、はいありがとうございます、はい、 いやルッチのブースはやばい、でも抜き切れちゃうんだよね、抜き切れちゃう抜き切れちゃうと、さあディフェンダーまでこれ溜めていき、危ない、ワン、えっと、えっと、えで、うわーちょっと待って、一旦退避一旦退避、これはあかん、これ戦っちゃあかん、はい、万全の体勢じゃない限り戦っちゃあかん、はいこっち逃げての、はいはい、はなんで俺今下いたよね出たモバイルバンクオリティが俺下おったやん、下おりましたやん、なんで上来てんのえぐいて
普通にえぐい。はい、OK です。はい、ワン、はい、ツー。でのはい、握っちゃう。OK、OK、OK、OK。ワンチャン上も、うわー、オーマイガッシュ。オーマイガッシュ。上取れてるね。もう守ったら勝ち。あ、ちょっと待って、そこ移動したかんで、移動したかんで、移動したで、ちょ、なしやなしやなしや。もうそこおったらええねんで、おったらええねんで、おーしょしょしょ、ナイスナイス。あ、で、一本抜きに行ったね。新しいのね。OK、OK、OK、OK。いいね、いいね、いいね。さあさあ、手振って終了、ナイス。はい、それではですね、もうラストやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、さあ、というわけで頑張っていきましょう。さあ、まあ、アルベルはまあまあまあ怖くない。まあ、ルッチやな、ね、ルッチだけやな。まあ、ニカも全然怖くないんで、さあさあさあ、もうニカとか、ちょっと待って、あの、新しい新環境来て初めて見たかも。まあまあ、きついよな、きつくなったよな。まあ、なんでもうね、ニカファンの方は新ニカ待ちましょう。あ、もうそれでいいと思う。今はね、もうサポート育てておくのも全然いいと思う。ニカね、俺もガンガン育ててるんで。でな感じね。あそこね、あ、シャンクスハゲ切らされたってことは、俺がこれすってんころりんしての、はい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 、で剥がしてあげる、はい、オケライスで握ってあげる、はい、俺が取っちゃうと、はい、いう感じですね。よしよしよし。で回避使った、はい、ワン、ツー、はい、でかのワン、え、何、あれ、ま、なんか一発目、一発目当たってなくなかったなんではい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 、はい、ここ、はい、オケライスからのカボチャ絶対無理絶対無理で、これスキルに温存でいけるわ。はい、ワン、ツー、はい、スリーで、カボチャずっと短縮していけるから、あー、スライム来たね。これさすがに抜きに行こう。ってことで、はい、すってんころりんからの、はいはい、あー、ウタちゃんちょっとかぶったら申し訳ない。でからのカボチャ置いての、はい、オッケーナイス、デバフかかったね、オッケーナイス。さあ、これで確定です確定ゲーですカボチャ確定ゲもうこれ勝ちましたね。はい、もう大丈夫です。はい。まあ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 、もう何でも何でも、もうディフェンダーモードだし、はい、ということで、もうとりあえずシールド回復して大きいの、はい、ルン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 、もう絶対大丈夫、絶対、あー